おかえりなさい。お仕事お疲れ様。ちなみに今から作るのはサラダなんだけど、ちょっと最近取ってきたからダイエットやって、もうマカロニ出てるからもうちょっとかな。今日はね、マカロニを茹でて、大好きなこのカニカマ的なとレタスをマドレーで炒めるっていうサラダです。たまにはサラダだけとかフルーツだけの日をね、作った方がいいと思う。味見します。痛いです。私最近渋谷に行ったんですよ。渋谷横丁ってわかる？なんかね、ちょっと最近インスタ映えしますね。OK。 インスタ映えするってか、なんか映えな場所でとにかく人が多いことで有名なんだけど、その渋谷横丁にすごいかっこいい人が多いみたいな、友達が言い出して、かっこいい人見に行きたいから一緒に行こうよって言われて見に行ったんですよ。見に行ったっていうか、そもそも渋谷横丁っていうのは、まあ、渋谷の一角ですね。渋谷の路地を通って行ったらお店がバーッと並んでるエリアがあるんですよ。もう距離にして30メートルぐらい、もうすごく小さい。で、居酒屋の全国のお通しのものを食べれるものが並んでるって感じかな。九州のとこ行ったら馬刺しがすっごいあって、さらにメニュー、大体どこのお店のメニューの裏に全国の一応食べ比べとかできるっていうね、そういうとこがあって行ったんですよ。久しぶりにね、渋谷に行って思ったのは、私東京に住んでないんだけど、前回ね、3月に渋谷に行ったのね。3月はもう本当に渋谷の駅前の交差点が本当にガラガラだったんだけど、この前行ったらね、もう普通にめちゃくちゃすごかったね。さすがでした。で、そこで食べたのが馬刺しのね、盛り合わせをね、食べたんだけど、それがね、ほんまにめちゃくちゃ美味しくって、馬刺しのね、レバーもあったんだけど、私レバーが大好きなんだけど、もうレバーがもうこんなに美味しくって、私九州に行きたいって思ってるんだけど、に九州行っちゃったよね、東京で。面白かった。渋谷横丁はね、とにかくほんまに人がめっちゃ多くて、で、サラリーマンの人がすごい多かったなって感じ。スーツを着た方々と派手な方々、半分半分ぐらい。私はスーツ着てたんだけど、友達はなんか派手な方の方で、とにかく人がすごい多くて繁盛してるんだなって思った。そしたら、あとは会えるだけ。マカロニをね、私特技があって、料理を作りすぎるっていう特技があって、またいいです。なんか入れちゃえってなっちゃうの。すごいよ、ほら、量が。ラーメンぐらいある。ここに、レタスとカニカマを入れて、トマドレをかければ完成。おいしそう、おいしそう。こんなもんかな。はい。じゃあ、今日の夜ご飯はマカロニサラダ、ヘルシーなサラダです。いただきます。じゃあ今日の夜ご飯はサラダです。これね、和え物なんで和えますね。こうやってマカロニとレタスとカニカマのサラダ、いただきます。いただきます。めっちゃ美味しいんだけど、今気づいたんだけど、これマカロニだから全然カロリー低くないんじゃない？って思ってきた。これダイエットじゃなくない？まあ、いっか。おいしい。本日の話題は、デデン、合コンでモテる男、モテない男。イエーイ。バチ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 。合コンしてます？最近。結構さ、これから3月4月って合コンシーズンじゃないかな、多分新年度だから、みんなそれに向けて頑張ろう、頑張っていこう。ぜひいい女の子をゲットしてほしいんで、今日はみんなにね、合コンで言ってはいけないことベスト3、もうね、やっていいことより絶対やっちゃいけない NG をやらない方が大事、絶対多分大事なんで、合コンで言ってはいけないワードベスト3を発表しようと思います。第3位、はじめ、私女の子ね、男の子ね、あ、はじめまして、泉って言います、よろしくお願いします。あれ、泉ちゃん俺の知り合いに似てるね。これこれ言っちゃダメです、ブブー、これは困るからです。これね、私なんて返事したらいいの？え、本当に
誰に似てるのかなって、芸能人の誰々に似てるねとかは鉄板であると思うんだけど、知り合いに似てるねって言われたら、そのいじられてるのか褒められてるのか、本当に似てる人がいるのか、その人がその人の何なのか分かんない、偉い人かもしれないし、上司とか仕事の人かもしれないし、友達かもしれないし、とにかく返事にすごい困るんで、これは言われた女の子はパニックになっちゃうんで、誰ってなっちゃうから、芸能人似てるねって言ってくださいって言ったら大丈夫。はい、第2位は微妙な嘘を自己紹介でつく人。これも困ります。例題いきますね。私出身は広島県なんですけど、マロンくんはどこ出身なんですか。俺上海とか言う人、ブブブブ、ダメ。なんでかっていうと、嘘かどうか微妙すぎてその後の会話に困るからです。女の子を困らせてはなりません。その微妙な嘘すぎて、上海出身とかあり得る、上海だしギリ嘘かなっちゃうんで、真に受けちゃうから困ります。その嘘を必要かなみたいなことを思うので、最初自己紹介を先に済ました後にやったらいいかもしれないんだけど、何も知らない段階で嘘つかれても嘘かどうかわからないから、最初は本当のことを教えてください。ネズミからのお願いです。じゃあ3つ目、最後3つ目は、こんにちはマロンくん、泉って言うんですけどって言った時に、いや俺今日人数合わせて来たんだよね。これダメ、言っちゃダメ。何かっていうと、これもこっちが立場なくなるからです。なんか人数合わせてきたのは全然いいです。合コンなんてもういろんな人が来るんで、人数が急に抜けるなんて本当にあると思うんだけど、もともと合コンになんて興味ないし、合コンの場なんてなんなら嫌いだしみたいなことを言われたら、なんかすいません、こっちすごい合コン大好きでやる気あってすいませんってなっちゃうんで、そういうのは言うとこっちが困っちゃうから、人数合わせて今日来たんだけど楽しい時間を一緒に過ごせたらいいねぐらいの気持ちを伝えていただけたら、すごくねこちらとしても、いや人数合わせてきたんだみたいな、じゃああの人は忙しかったのかな、何の仕事してるのとかなるじゃん。やる気ないよって言われたらすごく悲しいから、やる気ない人と喋ってるんだってなっちゃうんで、楽しく過ごそうねっていう気持ちを見せてくれたら大丈夫だと思います。ちなみに合コンで泉が言われて嬉しかった言葉はね、誰に言っても絶対モテると思うんだけど、モデルやってるって聞いたら絶対モテます。これ男女どっち言ってもモテます。そう、あともう一個は本当に基本的なことなんだけど、もうねありがとうをわざわざ言う人、これは絶対にモテる。だいたい女の子が机の上の食べ物とか飲み物とか、その外側に座ってる人かな、幹事の人かな、いると思うんだけど、逐一気づいてありがとうとか、店員さんもありがとうございますちゃんといちいちありがとうをありがとうお兄さんになるとモテます。それはね多分ね、女の子の方が多分ありがとうっていう回数多いんで、女の子と同じぐらい言おうっていう気持ちでね言ったらモテるんじゃないかなって泉は思いますよ。一回合コン行ったら全員自分のこと好きになってもらうぐらいの気持ちで春を迎えましょうということでした。本日のお話は合コンのされたら困ること3つとされて嬉しいこと2つでした。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。